はい、鼻ピア開いてるやつ大体やる。どうもギリプト。ヤッホー、あやみだよ。チロチロミーサーです。セイナです。イエーイ、なんか、テンション膨らんでない？ちょっとロケ頑張りすぎちゃったか。まあ、今回の企画はお正月がテーマなんですけれども、まあ、どういうお正月をまず過ごしましたかっていうほのぼのとした会話をしようかなと思うんですけれども、うちからじゃあ行こうかな。お正月は仲いいメンツでみんなでお蕎麦を食べて お守りたくさん買いました。ねえ、お守り全部1、2、3、4、5、6、7個ぐらい買って、今年は お守りおばさんで行きます。なんでそんなお守り買ったのかなっていう、普通に気になるよね。まあ、それはちょっと後役なんで、まあ、おばあちゃんが言うに翻訳より後役が一番厄介だと。キレイは翻訳の時に骨折れちゃってるんで、お前後役マジで確保しとけって言われてるから、ちょっと心配でいっぱいいろんなところ買っちゃって、はい、大事大事です、ね、大事ですね。でその後、まあいみとか仲いいメンツ、まあ、プルとかもいたんだけど、スノボーを1泊2日約1泊2日だね。泊まりで長野でスノボー行きました。あゆみは年越した瞬間に家出てまず地元の神社でお参りしてから、仲いい人たちと違う神社に行って、朝まであんな寒いところでご飯食べてましたっていうのと、あともうお正月はずっとご飯食べてました。ゲレンデでもめっちゃご飯食べたし、キレイもそうだ、いろいろあるわお正月。意外と浅草も行って食べ歩きしたりとか、人力車乗ったりとか、結構いいライフだったわ。あ、ガキ掴みたりとかさ。いや確かにね、うん、いや結構本当にほのぼのとしたり出かけしたりとか、もう寒い中外でラーメン食ったりとか、結構思い出ありますね。はい、はい、ゆずは。ゆずは地元のお友達と一緒に年越してずっと遊んでましたね。あとは初詣行ったり、初詣いいですね。あとはお蕎麦食べに行きました。あんまないです。無難なね、はい、無難な感じですかね。私は何したっけな、お正月年明けは地元の神社に行って、うん、カウントダウンして、もうそのままお家帰って、お兄ちゃんの彼女さんとかとみんなでご飯食べて、で次の日に旦那の家族っていうか親戚の集まりに行って、でもどこも出かけてないです。ずっと家にいた感じかな。でもあれだ、身内パーティーなかったってことね。あ、でもいいじゃん、身内ってそういう時しか一緒にいないじゃん、うん、確かに確かに。でもめっちゃ太りました、もう5キロになっちゃった。そう、体重計かかったら、いやこっち顔パンパンだねってあゆみに言われて、インクないのに顔太った。え、わかるか、え、太りました太ったっぽい。会った瞬間にやつは、あ、顔パンパンだね、パンツくれよって。どうせなんかイメチェンしてないんだよ。あ、ゆず今日イメチェンして、なんか痩せたねってちょっと言われました。何も変わってないです。でもショート見てみます。楽しいお正月を過ごしいので、まあ、2020年いいスタートをみんな切ったと思うんですけれども、はい、まあ、ここでやっぱ重大ティーンじゃん。ティーンで、まあ、お年玉ってものがあるくない、うん、確かに。お年玉あるじゃん。ありますね。キレイ待ってて、お家帰ってお年玉あるかなとか、誰か身内いるかなとか、うん、一切なかった一切いなかったし、渡されたのはお守りだった。おばあちゃんとママから家帰って渡されたのお守りだった交通安全とかのお守り、はい、切ろお前今年は骨折んなよって言われて終わりまあてな感じで、まあ、キーリプは、まあ、もらえませんでした。お年玉がないけど、まあ、お守りもらったからね、ちょっとほっこりしたね、うん、何もないよりかはね。ってことで、まあ、今回ちょっとお年玉持ってきてくださいってちょっとみんなに言ったんだよ。ちょっと持ってきた、ちゃんとみんな、うん、しっかり持ってきた、持ってきました。じゃあせーので出してくださいね。せーの、あみあみもあみもない、あみももらえなかった。親戚とかに会わなかった。親戚にも何も会ってないし、パの友達とかママの友達にも会ってないし、会ったとしても来れないと思う。ただもう
働ける年になったから連絡取れない親にも守りだけもらいました。中3かね、高1の時にもうもらってない。ちょっとあやめはそのぐらいからもらってない、そうなんだ。中1で終わったかな。でなんならもう普通に中学生卒業した次の月から携帯代とかも保険代も自分で払ってるから。だからもうバイトとかでってお金賄ってことですか。そうそう、すごい。だからもう全部ぶん投げられちゃってるから、もう逆になんか屈しなくなってきた。あ、いろんなことに逆に慣れた。すごい。でもその親からしたら自分のことは自分でしろみたいな感じなんだろうね、高校生になったら。そうそう、だから私免許代とかもう40万も教習所にぶっ込んでるし。え、ちょっとそう、もうコツコツ焼き鳥屋とかで働いたアルバイト、超貯金魔だから超貯金するの。すごいギャップ。すごい。それをもうぶん投げて、もう親に1円も借りてない、すごいな。ゆずはの可愛いね、ゆずはちゃんって書いてある。ゆずのお年玉これです。2枚なんだ。でも2枚なんですけど、本当は毎年くれる家族がいるんですけど、まだ会ってないんで、今はこれだけです。あ、後から。あ、そうです、そうです。中身は、中身はあ、もう使っちゃったんですけど早っ使っちゃったんですけど、この中に1万円と5千円入ってました。どっちもおばあちゃんからもらいました。何に使ったの。いや、覚えてないです。とりあえず財布に入れたってことね。そうです、とりあえず財布に入れたらなくなってました。あー、わかるよ。セーナー一番多くない。セーナー多くない。買っちゃいました。いいなー。 5枚。いや、5枚ですね。散歩な。イエイ、いっぱいもらってんね。もらいましはゲットしちゃいました。いいなー。え、中に入ってるくない。まだ。え、入ってます、入ってます。いくら入ってるのか今ちょっと初めて知るんですか。え、ちょっと見たい見たい。なんかお年玉もらった気分になる、こっちも。え、これ誰からだっけ、忘れちゃった。いや、誰から。よだっこ、よだっこ。これは何々のおじさんでとか。何それ出てくる。いやいやいや、そのちょうどそのなんかコスメのさ、なんか YouTuber みたいな、こちらはみたいな、それいらないから。それやんなくて。これ5000円入ってました。うん、いいね、5000円、うん、なんかいくらだろう。かわいいね、そのかわいいですね。5000円です。じゃあもう1万円です。この中は5000円です。この1万5000円、こっちはいいね。あ、これ結構入ってますね。2万円だ。すごい、ありがたい。3万5000円、すごい、はい、金持ちになっちゃう。これ5000円です。4万。待って、2万円上がったんだけど。買い物行こうかな。すごい、嬉しい。こっちなんかスカスカのカスカスなクレジットカード持って今から買い物行こうと思ってる。自分の金で正月買い物したわ。待って、ちょっと泣いたな。しかもあれね、クリスマスとかうちのママ誕生日だから、逆に親に金使ってんだよね。逆に、あとおばあちゃんの誕生日とか、なんかもう嫌だ。うちのバッグ見るちょっと破けてんのよね。でもいいね、お年玉そうやってもらうの、なんかほっこりしますよね。ちなみに2万円はどういう人。え、2万円ですか。え、パピーです。あ、パピー、パパね。いいね。感動しました。感動しました。あれは感動しました、本当に。いいな、いいな。いやいや、もらってる。けど親から今年もらってないです。うん、親戚。はい、親戚にもらって、あ、親にそういえば2万円もらいました、パパの方に。パパに2万円もらったんですけど、なんかお年玉の袋じゃなくて口座に入れてもらいました。へー、新しい。へー、忘れてました。使っちゃうからみたいな。そうなんですよね。いいパパだね。はい、確かに大好きです。大好き、こっち大好きです。いや、知らないよ。びっくりした。でも来年はもらえないですね、多分学生だからまだ。あ、いや、でもあれなんじゃない、人によると二十歳までの人が多いみたいな話を聞いた。でも高校生だから一応って言われてもらったんで、多分もう来年はないです。今年最後だ。来年こそは、うん、もう一回高校生やる。
うちら留年して、わっちゃん留年、わっちゃん留年して、ちょっとお金ない感じでなんかピエンってやってればちょっといけそうじゃない？逆に言うと中学生になれば、うん、まあいける。でもそしたらうちもう一回あの卒業卒乱来なきゃいけないロースカのそれ来なきゃいけなくなっちゃうから、お前出てけって言われちゃうダメなんだよ、効果がてっきめんじゃないの。はい、ということでこんな感じでちょっとほのぼのとした企画の内容だったんですけれども、エッグモデルのお年玉はこんな感じでしたね。まあ多分来年頃には多分うちは友達の子供にあげなきゃいけないから、もう3歳とかになっちゃうから、くれって言われてるからあげなきゃいけない。そうだわ、うん、私あげた側だ、うん、あ、そうなんですね。逆にやだね、やだ。しかも2、3歳っていくらあげればいいかわかんないんだよね。なんで3000円、2万ぐらい欲しいのみたいなのわかんないんだよ。確かに自分の子供が中学生ぐらいになってみ、やばいし、いくらあげよう。5万あげ、5万くれよって言われるかもしれない。怖いよ、怖いよ。もうこれ使い回しすれば使い回し、逆にこれは使い回しよ。確かに、ちょっとこから。それ、ゆずはん、お恋企画でした。見てくれてありがとうございます。よかったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。以上、キーリップとあゆみとゆずはとせいなでした。バイバイ。あけおめ、あけおめ。